皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日はこれまでに行ったことのある場所でもう一度行きたい場所について話をさせていただきます。私が言いたいのはスリランカです。兄弟3人の夫婦で、一番下の弟が旅行者にいた関係で誘われスリランカに行ってきました。スリランカはまだ内戦前だったので、国内を列車やで移動するのにも非常にのどかで、クーラーもなく汗びっしょりかいて移動し、名所を見学し、自然を大いに楽しむことができ、一人のんぶりできたので大変良かったです。また自然を満喫するために行ってみたいです。以上がこれまで行ったことのある場所でもう一度行きたい場所です。ありがとうございました。